クティー。お茶を作る、お茶。てか家がすっごい今静かなんだけど、今ねベイビーがやっと寝てるの。昼寝してくれて、さっきねお昼食べてて、そのまま食べ落ちみたいな感じになって寝ちゃったのね。そうで、私はこういう合間に YouTube やったりとか、なんかまあコンピューターのやつ、コンピューター系を今やってるわけ。なんかちょっとした仕事みたいな感じだよね。そうで、朝もうコーヒーは飲んだから、コーヒーっていうよりか今はなんかティーっていう感じだから、お茶を作ろうと思うね。私さ、この間さ、夜中なんかもっとこうオーガナイズしたいなと思って、ここに全部お茶入れたわけなんだけど、別にベストなわけではないんだ。超見えやすいっていうわけでもないんだけど、とりあえずこうやってさ、なんか箱がごった返ってたからね、あそこが。だからそれでここに入れたんだけど、見ますか、なんかこれクレンズプッカっていうところのクレンズだって、オーガニックのやつ。これはすごいなんかなんかこう、いや、落ち着く感じ。ペッパーミント入ってるから、落ち着く感じ。あとこれカモミールじゃん、でレモンジンジャーじゃん、これはハイビスカスティーでしょ、でこれはルイボスティーでしょ、でこれはチャイじゃん、あとこれは抹茶で、ここに普通の紅茶と、あとこのスリーピータイムがあるんだけど、これ超美味しい。てか私が今見せて全部美味しいけど、これは特に超美味しい。美味しいっていうの、なんか本当になんかディナー終わってさ、はぁっていう時に飲むとか、あとこう子供寝かしつけて、また夜にそういうコンピューター系のやつ、ちょっと仕事ガチガチガチってやってる時とか、まあ読書する時とか、あとまあテレビ見る時とかもいいけど、まあ、夜なんかこう口元にね、なんかお酒とかじゃなくてさ、なんか飲みたいなみたいな時はこれ飲んでるんだけど、すごい好き私は。じゃん、あとこのジャスミンティーもうまい。あとね、麦茶とかもあるけど、てか今なんか何気に流れでさ、お茶の紹介したけど、私のお茶のおすすめのビデオはなんかしっかり作ってあるから、去年作ったんだけど、よかったら見てください。あとね、皆さんこれも持ってるよ私。さ、この間の、買い向きに行った Vlog で見せてたお店、アワオレナっていうお店で買ったの。これね結構高かったんで26ドルぐらいしたと思うんだけど、スーパーフードマッシュルームパウダーなのね。でカカオミックスなの、まあ、ココアみたいな感じで、コーヒーに混ぜたりとか、私は大体そうだね、コーヒーに混ぜてるね。まあ、スムージーとかにも混ぜれるし、アサイボウルとかできるみたいなんだけど、まあ、何でも混ぜられるんだよ。でこれを飲むとリラックスするの。なんかさ、ほらマッシュルームっていうじゃん、なんか怪しいと思うでしょ。でもそんなことなくって、なんつうのかな、なんか落ち着くみたいな感じ、なんかリラックスみたいな感じなわけだから、子供たちがバキーってなった時とかに、もう私はなんていうの、どうしよう、なんか誰か殺しちゃうかも私みたいな、そういう時ないですかお母さん。そういう時はこれを飲んだりとかして落ち着いたりとかしておりますし、あとこれさ、売ってるオーナーの方も子供にも飲ませられるよって言ってたから、子供にも OK ね。そう、私さ結構さ、平日の日中ビデオ作る時って、私結構喋ってないの多いじゃないで、音楽が結構流れ出てみたいなビデオがほとんどだと思うんだけど、うるさいんだよ。なんかね、うちの近所毎日誰かが芝を買ってるわけ、毎日で、うちの庭にも2週間に1回業者さんが来て買ってくれるんだけど、それが2週間に1回あるじゃん。だけどさ、うちはそれで2週間に1回なんだけど、うちの周りの家とか、あとその通りストリートはもう常にあれなわけよ。芝刈ってるか、それかそのさ、空気ですっげえなんか機械が空気ボワーって出るやつあるじゃん。あれをこうやって持ちながらさ、枯れ葉とかを飛ばしてるわけ、ブーってずっと言いながら。だからね、すっごいうるさいのよ。そうだし、まあ、子供もさうるさかったりとかするから、だからあれよ、結構音楽流してるのが多いの、そういうだけの理由なの。だから私があんまり喋らなくって、ただ家事をこなしながらっていう、こう流れ作業的な感じの、それをただ撮ってるっていうビログが結構多いんだけど、私は皆さんではこれを持ってきました、はい見てくださいとか、そういうのは結構時間ができる時があったらやりたいけどっていう感じ。でも私結構本当になんていうの、そのまんまひねりもない、そのまんまっていう感じ。ですから皆さん、今私は何を飲んだらいいと思う？私は何を飲んだらいいと思う？どう思う？カモミールにする？いや、うん、カモミールだな。こんな感じであれですよ、割と結構こんな感じで平日の午前中を過ごしております。でエリソンが、まあ、とりあえずまあ昼寝してるじゃない。で、うちの息子を迎えに行かなきゃいけないのね。うちの旦那が、娘の方を迎えに行ってるから、仕事帰ってくる途中に泊まって迎えに行くっていう感じだから、私はキャメロンだけピックアップしに行かなきゃいけないのね。でそれが2時頃だから、それまであれよ、仕事する。はい、では続きをやりましょう。